海上自衛隊最新鋭護衛艦クマの就役で、いよいよ本格化する FMM 運用を、今回は、安保三文書改定と合わせて考察していきますね。ふるさと納税みたいな、ふるさと防衛税を開始してほしい、かなり集まると考えますが、散々な使い方をされると困ります。ばらまきはやめて。日本では、時の岸田政権が掲げてきた骨太の方針に基づき、安全保障関連の3文書の改定と承認によって、2022年12月に防衛費の抜本的な見直しが行われ、これまでに類を見ない大幅なその増額が行われることとなっている。現在の岸田政権が発足した時点の前から、すでに日本を取り巻く安全保障環境の悪化と、それに伴う防衛費の増額は打ち出されていた施策であったとはいえ、これが実現したのは、やはりロシア・ウクライナ戦争の影響が最も大きいと思われる。2022年2月24日に始まったこのロシア・ウクライナ戦争では、これまでもウクライナ政府が切望してきた西側諸国製の戦車の供与が行われることが、ここに来て本決まりになりそうな状況に変化してきている。イギリスがチャレンジャーに、フランスがルクレールといった自国製の最新の主力戦車を供与すると表明したことで、大きく事態は動き、アメリカも MIA ブラムスを、そして本命のドイツのレオパルトにも訴状に上がった。これらの西側製の戦車が、どの時点で、ウクライナ軍が希望する300両とも言われる数に達するのかは未だ判然とはしないが、訓練や部隊編成を考慮すれば2023年の夏季以降になるとの予測が有力視されているようだ。そのためウクライナ軍が今後大規模な反攻作戦を実施する時期もそれに合わせたものとなると見込まれ、このロシア・ウクライナ戦争は少なくとも今年2023年中に終結する可能性はかなり低いと考えられる。そうした今後のロシア・ウクライナ戦争の推移が今後の日本の防衛政策にさらなる影響を与えることもありそうだが、現状の日本は海洋国家として海における防衛力の増強を中心に防衛力整備計画にのっとった強化を進めようとしている。今回閣議決定が行われた防衛力整備計画は、2023年度からの、おおむね、10年を目安に、その装備数を揃えることが想定されているが、海上自衛隊における主要な装備を艦艇ごとに見てみると、以下のような内容となっている。まず、護衛艦の総数は50要席とされており、その中身も、これまで、混合型4隻、アタゴ型2隻、マヤ型2隻の合計で8隻を保有、運用しているイージス護衛艦について、急遽2隻を追加し、10隻とすることが示された形だ。この中で現在最新鋭であるイージス護衛艦のマヤ型は、1番艦で、ネームシップのマヤが2020年3月、2番艦のハグロが、2021年3月に就役を果たしているが、満載排水量で1万トン超級のため、巡洋艦と称されることもある艦艇である。しかし、このマヤ型を含め、海上自衛隊の8隻のイージス護衛艦は、すべてアメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースに建造されていることもあり、基本設計は1970年代となっており、決して新しくはない。そのため、本家のアメリカ海軍でも、これらアーレイバーク級ミサイル駆逐艦や、それ以前から、就役中のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦を更新するために、DDG-X と呼称される新型艦の構想を進めている、渦中にある。ただし、このアメリカ海軍による DDG-X も、未だ計画の段階であることから、海上自衛隊のイージス護衛艦が、
今時の防衛力整備計画で、それに準じるものになる可能性は低く、おそらく、浜屋型が2隻追加されるのだと思われる。そして、このイージス護衛艦の他に、2020年6月に、急遽導入が中止されたイージズ・アショアを代替する機能を持つ艦艇、つまり、ミサイル防衛用に、そのイージスシステムを流用した専用の艦艇が、2隻新造されることも確定している。さらに、これらの護衛艦54隻、イージスシステム搭載艦2隻に加えて、従来の護衛艦よりも、さらに小規模で安価な哨戒艦と呼ばれる艦艇を12隻新造することが盛り込まれており、潜水艦は、現状維持の22隻体制とされている。哨戒艦は、海上自衛隊においても、全く新しいカテゴリーの艦艇となるが、その名称からしても、従来の護衛艦に比して、兵装類を簡略化し、偵察や監視任務に、重きを置いた存在となるであろうことが、予期されている。そして、先の護衛艦54隻体制についても、イージス護衛艦10隻を除けば、44隻となるが、その半数となる22隻を占めることが計画されている、艦艇コソモが身型護衛艦であり、こちらも従来艦と比すれば、攻撃に重点は置かれていないと言えよう。も、が、身型護衛艦は、海上自衛隊の水上戦闘艦としては、最も新しい艦級であり、1番艦で、ネームシップの、も、がみ、2番艦、熊野、3番艦、の城の3隻が、すでに、2022年に、実戦配備をされている、状態にある。そして、今年2023年も、まず、3月に4番艦の、三熊が、そして、年末の12月に、5番艦の、矢作が就役する予定で、建造が進められており、以後毎年同様のスケジュール感で増加させていく、方針となっている、状態である。この後1年に2隻のペースでの収益が滞りなく進捗した場合、ちょうど10年後の2032年度には、22隻の体制が完成することとなるため、今時の防衛力整備計画の枠内いっぱいに収まることが予期されるのがも、が身型護衛艦であると言えるだろう。も、が身型護衛艦は、直接的には、沿海域の防衛を担うべく建造された、阿武隈型護衛艦、艦首記号、DE を代替する艦艇であるが、その艦首記号には、海上自衛隊としても、初の FFM と冠せられており、期待のほどが伺える。今回もが、身型護衛艦に与えられた FFM という、艦首記号は、水上戦闘艦の分類としては、フリゲート艦を意味する FF と、多用途、多目的、マルチパーパス、および、嫌い、マインを表す M とを合わせた命名だと説明されている。一般的な海軍において、フリゲート艦とは、駆逐艦とコルベットとの中間に位置するとされる水上戦闘艦ではあるが、昨今のご多分に漏れず、明確な数値等の定義は薄く、駆逐艦よりは、小型な艦艇くらいの認識で良いだろう。世界各国の海軍の中では、駆逐艦も保有していない組織も多数存在するため、そういった場合には、フリゲート艦が、最も、大型の水上戦闘艦となるケースも見られ、それに比例して、兵装も多くなる傾向が見られる。しかし、海上自衛隊の場合、もっと、排水量が大きなイージス護衛艦、艦首記号、DDG や汎用護衛艦、艦首記号、DD を保有、運用しているため、それらに比すればも、が、身型護衛艦は、小型で兵装も少ない艦艇となっている。も、が、身型護衛艦は、基準排水量で3900トン、満載排水量で5500トン、
全長が 133.0 メートル、最大幅が 16.3 メートルの大きさであるため、フリゲート艦として比較すれば、他国の同クラスの中では、比較的大柄な部類ではある。それでも、海上自衛隊が、仮想敵国として直接対峙する中国海軍やロシア海軍の主力のフリゲート艦が、おおむね32セルの VLS 垂直発射艦を主兵装として搭載しているのに、対し、最上型護衛艦は、同16セルと軽武装に止まる。この16セルの VLS 垂直発射艦に関して、最上型護衛艦では、予算化の都合もあって、後日の装備に回されていたが、そもそも、丸7式垂直発射魚雷投射ロケット以外については、何を搭載するのかを含め、検討をすることとされている。今時の防衛力整備計画においては、敵の対空ミサイルの射程圏外から攻撃を可能とするスタンドオフ能力の獲得が掲げられており、その対象として、12式地対艦誘導弾の能力向上型等の早期の配備が目標とされている。ただし、この12式地対艦誘導弾の能力向上型は、自発型であっても、2026年度からの配備が最短とめされており、この艦発型の量産化には、まだ、時間を必要とすることから、つなぎとなるトマホーク巡航ミサイルの方が、可能性は高いかもしれない。